長崎総合科学大学は、長崎県長崎市網上町536番地に本部を置く日本の私立大学である。1965年に設置された。大学の略称は、町総大。地元では総科大と呼ばれることが多い。長崎県長崎市秘密区にキャンパスがあり、長崎総合科学大学附属高等学校が隣接する。 キャンパスは山側にグリーンヒルキャンパス、海側にシーサイドキャンパスがある。シーサイドキャンパス高校校舎は、旧長崎水族館を改築したもので、長崎市都市計画賞を受賞している。1943年開校した川南造船専門学校が前身で、長崎造船短期大学を経て1965年、長崎県内初めての私立大学として、 長崎造船大学が設置され、1978年公募により、総合科学を冠した、現在の公明に変更された。原子爆弾が落とされた町にあるということから、科学の平和利用を目的とした、長崎平和文化研究所が、早くから設立されている。学部に学部4月実験改編前の学部3学部3月まで、 大学院附属機関淵研究所、共通施設文部科学省、学術フロンティア推進事業2003から2007、採択課題、環境エネルギーの創生と高度利用技術に関する、研究研究テーマ1倍オ増マスの、クリーンガス化基盤技術の開発研究テーマ2、LI 電池、燃料電池、ガス急増用高機能ナノカーボン開発研究テーマ3、3高度システム応用技術の開発、 予防在宅、医療システムの開発と検証、次世代、グリーンエネルギーデバイスのシミュレーションモデル化と、学内マイクログリッドを用いた評価、検証試験熟練技能継承のための、教育シミュレーションシステムの、開発学校法人長崎総合科学大学50年史、農林水産省技術会議事務局、プレスリリース、小型化反式、低コスト高効率の新しい、 熱電エネルギー供給システム、農林バイオマス3号機の開発長崎総合科学、大学大学院新技術創生研究所処方、総研創信平成22年版科学技術白書、第1部第1章第1説文部科学賞。ありがとうございます。